毎月の支出の半分をコスメに当てる女、どうも、アリちゃんです。こないだ、アットコスメで、落ちないリップランキング1位獲得しているリップ見つけました。しかも在庫も店頭限りで人気そう。早速購入してきたので、レビューしていきたいと思います。それがこちら、フェイブスビューティーのマイカラーウォーターティント。これ、一塗りでしっかり発色してくれて、みずみずしく仕上げてくれるウォーターティントらしい。つけてみるとこんな感じで、まずね、これ、つけ口はすっごい軽い。一つは水のようにスルーと馴染んでくれて、時間を出すとツヤ感は引くものの、無香料で使いやすいし、少量でしっかり発色してくれるユーザーティントだった。で、これ、とにかくマスクにつかない、落ちないってことを強みにしてるっぽいので、早速検証していきたいと思います。まず、化粧をしてみると、はい、こんな感じ。確かにこれ、オフしても色残り具合はかなりいいね。一回もしちゃったら、こうやってティッシュつけても全然色移りもしない。ちなみに、化粧したあとマスク1時間つけた後はこんな感じ。本当に映らない。なんだけど、デメリットを言うと、長時間つけてると色ムラするのと、メーカーが出してる色見本と実際の発色がちょっと違う気がする。みんな買う場合はそこ気をつけてほしいかも。だったらチェックしてみてね。